C-1 沖諸島沖墜落事故は2000年6月28日に島根県沖諸島北北西沖で発生した航空自衛隊の C-1 輸、SO、送機の墜落事故。乗員5名が殉職した。三保基地の第3輸送航空隊の C-1 輸、SO、送機が飛行試験中に姿勢を回復できず墜落し、乗員5名が死亡した。航空自衛隊においては 前年から死亡事故が続いており、当事故発生日に近い7月1日が航空自衛隊安全の日として全国で一斉に安全教育が実施されるきっかけの一つとなった。三保基地の第3輸送航空隊の C-1 輸送機は6月26日に定期点検を終え、6月28日に飛行試験を計画した。このため輸送機には機長の A3 等空佐、 副操縦士の B2 等空位のほか、機上整備員1名、整備員1名、空中輸送員1名の、計5名が登場していた。なお、A3 さんは、飛行時間6500時間長のベテランパイロットで、ある一方、B2 位は、飛行時間500時間長で6月22日に、副操縦士資格を得たばかりの若手パイロットだった。試験内容として、 速度を落として、失速状態に近づける、エンジンを止め再起動する、飛行中にドアを開閉することが計画されていた。6月28日午後2時7分頃、事故機はミホ基地を離陸した。当日の気象状態は、極めて良好であり、飛行は順調であった。失速状態に近づける試験を実施中の午後2時35分頃、更新中だったカスガ防空指令所が、 内容を判別できない乗員の声を受信。同36分頃レーダーから消失し、墜落した。事故発生当日に機体の破片と救命胴衣が回収された。その後、沖東西約 45km の海底で機体の一部と、共に7月10日までに4名、11日に1名の遺体が発見された。ありがとうございます。